住宅ローンアナリスト、もぐさわことモグチェック塩澤です。本日のテーマはこちら。日銀が YCC 修正しても変動金利でいいの？これについてお伝えしたいなと思います。今回ですけれども、日銀が金融政策を一部修正したので、変動金利借りてもいいのかちょっと不安だなというふうに思われる方もいらっしゃるかなと思います。ですので、今の最新の状況を踏まえて、私、もぐさわがどう考えているかというところですね、こちらのアジェンダに沿ってお伝えしたいなと思います。一つ目が YCC 修正内容と、あと今後の金融政策の見通し。二つ目が変動金利への影響と固定金利との比較。こちらの2本ですね、お伝えしたいと思います。ではトピックの1つ目、 YCC 修正内容と今後の金融政策の見通しというところです。とまずですね、こちらの表ですね、おさらいをしたいなと思いますと、要はその変動金利固定金利がどうやって決まっているのかというところと、日銀の金融政策、これがどう影響しているかというところですね。まずは変動金利、これはですね、短期金利によって決まりますと。この短期金利を低く抑えているのがマイナス金利政策となります。一方固定金利、これはですね、長期金利、これと連動してまして、この長期金利を低く抑えるのがイールドカーブコントロールでして、通称 YCC と呼ばれるものです。こちらの動画でですね、 YCC の今回の修正ですね、解説しておりますので、よろしければご覧いただければと思います。とその内容をですね、かいつまんでお伝えしますと、従来であればですね、 0.5% 以上の金利上昇、これはですね、ダメよというふうにやっていたものがですね、これからっていうところですけれども、場合によっては 0.5% から 1% の間は動いてもいいと、 1% 以上はダメだというふうに上限っていうところが緩和されたっていうのが今回の YCC 修正の内容となります。これをですね、聞くと金融緩和政策が維持されてるのか撤廃されたのか、どっちかちょっとわからないなっていう方もいらっしゃるかなと思いますけれども、結論これね、金融緩和政策は維持ですと。理由としては YCC の枠組み自体は続行なんですよ。修正であって解除でないというところ。あともう一つが 0.5% 程度の水準で推移することを想定するというふうに日銀は言っていますので、やっぱりそれよりもですね、大きく金利上昇をするということは日銀としては避けたいというふうに考えていると。なので基本的な考え方、方向性は金融緩和維持と捉えていただいていいのかなと思いますと。この YCC 修正を受けてですね、実際今後どういうふうに日銀の金融緩和政策が変わっていくのかというところをですね、解説しているのがこちらの動画となります。かいつまんでご説明しますと、こちらのサイクルですね、このいい経済のサイクルを回すために日銀は金融緩和政策をやってますと。賃金が上がって、賃金が上がるとですね、需要が増えて、需要が増えると物の取り合いになるので物価が上がって、物価が上がると企業の売り上げも伸びるので賃金も増えるという、この好循環のサイクルですね、これが回ってるかどうかっていうところが非常に大切なポイントとなります。そうした時に金融政策の枠組みですね、2つありますけども、 YCC ですね、これにつきましては 2% の物価安定目標の実現、これを目指すためにやり続けるというふうに日銀は宣言しています。もう一つの金融緩和政策の柱、マイナス金利政策、こちらについてはですね、マイナス 0.1% のマイナス金利を維持することで、引き締めが遅れて 2% を超えるインフレ率が持続してしまうリスクを心配する状況になるまでにはまだ大きな距離があるというふうに言っています。なのでマイナス金利政策をですね、続けるか撤廃するかっていうところですね、 2% を超えるようなインフレ、これが持続するかどうかっていうところがポイントとなります。ゆえにですね、以上の話をまとめるとこちらのようになりまして、 2% の物価目標が見通せない、このタイミングでは YCC もマイナス金利も継続となりますと。次にコマを進めてですね、 2% の物価目標が見通せるというふうになってきた場合は YCC がまず解除される、マイナス金利はですね、まだ維持ですと。丸3、2% 超のインフレ懸念が出た時にようやくですね、マイナス金利が解除されるという、こういったですね、ステップになっていくというふうに考えられます。ではトピックの2つ目、変動金利への影響と固定金利との比較です。先ほど申し上げた YCC 修正、その後解除、マイナス金利解除っていう、まあ、こういうふうにコマを進めていきますよというふうにお伝えするとですよ、視聴者の方はですね、 YCC 修正されたらそのうちマイナス金利も解除されて、そうなると変動と固定ね、変動がすごく低くて固定は高いって形になってますけども、これがこうひっくり返っちゃうんじゃないかみたいな、そういった懸念をですね、持たれる方もいらっしゃるかなと思いますと。このあたりをですね、具体的な数字を踏まえて今日は分かりやすく説明したいと思っております。まず住宅ローンの変動金利の決まり方、ここからですね、もう一回ちょっとおさらいですと、変動金利はですね、適用金利というのと借り入れる金利があるんですけども、これは基準金利という住宅ローン金利の低下みたいなものですね、ここから引き下げ幅というディスカウントを引いた残り、これがですね、皆さんの借り入れる適用金利となりますと。この引き下げ幅というのは審査時に決定されるとですね、35年間これがずっと引き継がれるというふうになります。ですのでここから何が言えるかというと、変動金利を一度借りた後はその自分の金利が上がるか下がるかっていうところは基準金利次第なんですよね。この基準金利はどうやって計算してるかと言いますと、各銀行さんはいろいろまあ決め方あるんですけども、一般的には短期プライムレートというもう一つまた別の指標があるんですけども、これに 1% を足して住宅ローンの基準金利とするというふうに決めてる銀行が多いです。実際その基準金利の元となる短期プライムレート、これがどう推移してきたのか、そしてその際ですね、短期金利もどう推移してきたのかっていうところをまとめたのがこちらとなっております。青が短期プライムレート、基準金利の大
元となる金利です。緑というのが短期金利、これはですねライボーの6マンスという指標を取ってきてますけれども、これがですねどう推移してきているのか、日銀の金融緩和政策の影響を色濃く受けるんですけども、それの対比というところですと。これを見るとですね95年までは基本的にこう連動しているという、同じように動いているんですけども、95年を境にですね緑はぐーっとこう下がっているんだけれども、青は変わらないという、そういった状況が続いています。もうちょっとこう分かりやすく図解をしますと、こちらですね、緑のところがですね下がってきていると、要はですね日銀も金融緩和政策を続けてきているのでマイナス圏までこう下がっているという状況なんですけれども、途中からですねこの青のタンプラ基準金利がですね連動しなくなっていると、要はこう底を打ってですね一定になっているという、まあ、そういった状況です。ですのでもしですよ今マイナス金利政策が続いてますけれども、これが解除されて短期金利が上がり始めると、何が起きるかというと、ある程度短期金利が上昇した後にようやく初めてタンプラ基準金利が上がるというふうに考えられます。つまりですね今までと逆の動きが起きるということなんですね。こちらのスライドに書いている通りですね、マイナス金利が解除されると短期金利、この緑のところがずっと上がってきますと、ある一定の敷地を超えてようやくですね青が上昇し始めるという形となります。ですのでまとめると、マイナス金利が解除されたとしても住宅ローンの変動金利を決める大元の基準金利、これはすぐには上がらないということなんですよ。このですね短期金利がどれぐらい上がったら住宅ローンの基準金利も上がり始めるのかっていうところなんですけれども、ここの敷地はですね 0.1% です。ですので短期金利が今マイナス 0.1 ですけどもね、 0.1% を超えるとようやくその分ですね基準金利も同様に上昇し始めるというふうになります。このあたりはこちらの動画で詳しく解説してますので、よろしければご覧いただければなと思います。ですので基準金利の上がるメカニズムっていうところですね、日銀が利上げしてどれぐらい短期金利になると上がり始めるかっていうところをグラフにまとめたのがこちらとなっております。今ですね変動金利の平均的な金利が 0.4% なので、これを出発点としますと、横軸ですねこれが短期金利でして、日銀がある意味を管理している金利ですと、今マイナス 0.1% ですと、縦軸がそれに伴って変動金利がどう上がっていくかっていうところを表しています。まず最初にマイナス 0.1%、 今の状況ですと変動金利は 0.4% ですと、これがゼロ金利 0.1% になったとしてもですね変わらないっていうことなんですね。 0.4% のままだっていうことなんですよ。 0.1% を超えるとそこから上昇した分変動金利も上がっていくと、なので 0.25% になった時は 0.55、 0.5% になった時は 0.8 という形でどんどん上がっていくというふうになりますとした時にですよ、今固定金利というのは 1.7% なんですよ。ですので固定と変動がひっくり返るような短期金利って一体何%なのかと言いますと 1.5% です。ここまで日銀がですね今のマイナス 0.1% を 1.5% まで利上げして初めてですね固定と変動がひっくり返るという形となります。ですのでその時何回利上げが行われるのかっていうところですけども、答えはね7回なんですよ。まずねマイナス 0.1 が 0% になりますと、0が 0.25、 基本的に 0.25% 刻みで利上げが行われますので、こういった形になるかなと。 0.25 が次 0.5、 0.75、 1、 1.25、 1.5、 7回で変動と固定の金利が逆転するということになります。ですのでマイナス金利が解除されるとすぐに変動と固定の金利がひっくり返ってみたいな思われた方もいらっしゃるかなと思いますけど、それはね間違いということですね。こんだけ利上げをですね7回繰り返してようやくひっくり返るんだというふうにお考えいただくといいかなと思います。ですので茂木さんの考えているところですけども、7回の利上げってね結構な回数ですよ。初回の要はマイナス 0.1 を0にするところでさえですね、こんだけこう議論がなされて、やるかやらないかっていうところで日銀はいやまだだっていう形でマイナス 0.1% と金利据え置いているわけなので、あとこれをですね今回も踏まえてですよ7回繰り返すのかっていうと、多分ね当面先だと思うんですよね。加えて万が一ですよ7回の利上げが出されたとしても、それがあと35年間利上げされた状態が続かないと変動と固定の金利差っていうのがひっくり返らないんですよ。基本的に日本の景気っていうところはですね、いい時もあれば悪い時もあるはずなんですよね。悪くなれば基本的に日銀っていうのは利下げをしますので、7回利上げした状態を続けるかっていうと多分そうじゃないと思うんですよ。このあたりはこちらの動画でですね景気のサイクルと金利の上昇サイクルっていうところを踏まえたシミュレーションをちょっとやってますので、よろしければご覧いただければと思うんですけども、そういったところも踏まえると、私個人の考えとしてですけれども、固定と変動の金利差がひっくり返って変動が不利固定が有利になるっていう状況はですねあまり考えづらいというか現実的じゃないんじゃないかなとは思います。本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですねコメントにいただけると嬉しいです。ぜひモグチェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力するとモグチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と有償認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モグチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひモグチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。